反資本主義神道はフランスの極左政党。最左派政党の中で最大勢力だった革命的共産主義者同盟を主な母体として、反資本主義を最大の一致点として、社会党やフランス共産党、労働者の闘争などの諸党派から離脱したグループや、個人、それまで非党派であった労働運動や市民運動の活動家を集合する形で、 2009年2月6日から開催された結成総会で正式に結成された。NPA はトロツキスト政党だった革命的共産主義者同盟の新自由主義と戦わない社会党を乗り越える反新自由主義を明確に掲げた反資本主義を一致点とした新しい大衆的労働者政党を結成しようという呼びかけに応えた社会党やフランス共産党、 労働者の闘争などの初等派から離脱したグループや個人、それまで非党派であった労働運動や市民運動の活動家を休合する形で結成された。2009年2月6日からパリ北部のサンドニで開催された結成総会では9123人の党員で結成されたことが報告された。そのうち 9LCR メンバーは約3500人。 党員の女性の比率が36%であることも合わせて報告された。また、同窓会では、新党名について5つの案が出され、最終的に、反資本主義新党と革命的反資本主義党の決戦投票となり、316対270票という結果によって、反資本主義新党が正式党名となった。 NPA は、党首を置かず集団指導体制として、各地域や産業別委員会から選出された全国政治評議会によって運営される。旧来の共産党的な、分派中央決定への異論を許さない一枚岩の、民主集中性という組織論は、スターリニズム的で、非民主的な組織運営として退け、組織内の分派形成や、 組織決定を否定あるいは保留の権利を認める、複数主義的組織運営を目指す、としている。2002年と2007年の大統領選挙に出馬して、いずれも4%台の得票を獲得したオリビエ・ブザンスノーは、CPN の一員であり、メインスポークスパーソンという立場となる。また、旧 LCR が、フランス支部として所属してきたトロツキストの、 国際組織である第4インターナショナルには NPA 全体としては加盟せず NPA 内部で第4インターチジグループを形成するとしている。そして NPA の公領的文書である結成原則では NPA は新しいインターナショナルの結成の展望のもとに世界の他の反資本主義的勢力や革命的勢力との政治的対話と協力を開始するとしている。 オリビエ・ブザンスノは2011年3月末に行われたフランスの県議会議員選挙後にメインスポークスパーソンの職を退きミリアム・マルタンとクリスティン・プーパンの2人が公認となった。また5月初頭には2012年フランス大統領選挙には立候補しないことを発表した。NPA の基本理念は反資本主義、反新自由主義、 アルテルモンディアリザシオン、国際主義、反人種差別主義、エコロジー、フェミニズム、差別のあらゆる形態に反対を掲げた21世紀の社会主義であるとする。QLCR が信奉したトロツキズムと QLCR のそれまでの路線は正式に放棄されるとしている。また、この NPA を選挙闘争に積極的に関わりつつも、 議会政党ではなく、大衆運動の党であると、自己規定する。また、ロシア革命への言及はない。当面の方針として、ニコラ・サルコジ政権による公共サービスの破壊に反対し、労働者の雇用の防衛、また、アフガニスタンからのフランス軍派遣部隊の撤退、イスラエルによるパレスチナ軍事占領反対などを掲げている。トロツキーの掲げた過渡的考は取らず、 最小限考領最大限考領の立場に立っている。したがって、プロレタリア革命は実質的に放棄されているとみなすことができる。NPA 結成直後の2009年6月に実施された欧州議会選挙において7人の候補者を擁立した。フランス共産党と社会党から離脱したサハグループが結成した左翼党の選挙共闘ブロックである。 左翼戦線の共闘の申し入れに対して NPA 多数派は新自由主義の考え方についてなどの不一致を理由に共闘を拒否した。しかし2007年大統領選挙時に LCR 内でジョゼ・ボベを推したクリス・チャンピケが率いる少数派グループはユニテリアン左翼を結成して左翼戦線に参加して NPA としては分裂選挙となった。投票の結果 NPA は全体の4.98%を獲得したが、議席阻止条項の有効得票率5%を超えることができなかったため議席獲得には及ばなかった。選挙後、NPA は我々は全国政治勢力として確認されたとする宣言を発表した。2010年3月に行われた地域圏議会選挙では21地域圏で候補者を擁立したが、 欧州議会選挙で得た得票を下回る得票率3.4%に止まり、阻止条項の5%を超えることはできなかった。しかし、左翼戦線との共同リストで臨んだリムルザン地域圏では NPA の当選者2名を出すことができた。2011年6月、翌2012年4月に第1回投票が行われるフランス大統領選挙に、 フィリップ・プトウを擁立することを決定した。党内では、大統領選挙への対応をめぐって、NPA 独自で候補者を擁立すべきとするグループと、左翼戦線との対話継続を主張するグループとの間で意見が分かれたが、全国協議会の大議員投票で独自、候補擁立派の動議が、かろうじて可決され、フィリップ・プトウが大統領候補に指名された。プトウ候補が、 前回選挙の候補者で知名度が高かったブザンスノと違いほとんど無名であったことや、左翼支持票が左翼戦線から立候補したジャンリュック・メランションに流れたことも影響して、第1回投票では1.15%の得票を得るに止まった。ありがとうございます。